路線価は今年の元日時点の土地の評価額で相続税や贈与税の算定基準となります。近畿ではコロナの影響で下落が続いていましたが、今年は3年ぶりに平均 0.7% の上昇。近畿で最も高かったのは大阪梅田の阪急百貨店梅田本店前で、1平方メートルあたり1920万円、40年連続の最高額でした。一方、上昇率が最も高かった場所が京都市右京区阪急サイン駅前に来ています。ここが近畿で最も路線価の上昇率の高かった場所だということです。阪急京都河原町駅から3駅の距離にあるサイン駅の周辺エリアです。上昇率は 10.8%、 去年の 2.8% と比べると大きく上昇しました。急上昇の背景には京都市中心部の不動産価格高騰の波が周辺に流れ込んでいることがあるとみられ、実際に記者が街を取材してみると、サイン駅から西に5分ほど歩いた場所にいます。あたりを見渡してみますと非常にたくさんのマンションが立ち並んでいます。街には子育て世代が多く住み、サイン小学校の児童数はなんと900人余り。市内で2番目に多いマンモス校で、地域の学童保育の利用率も9割以上だといいます。すごいですね。赤ちゃん連れの子、家族とかは結構みんな住んではる人が多い。友達とかでも引っ越す人も多くて、すごく便利で、なんかのスーパーとかもあるし、で交通の便もいいし、すごい住みやすいなって思います。サインエリアの人気は今後さらに勢いが加速すると見られていて、その理由が地域全体が保存地域になったかのような感を与えています。住居は求められた。そのために必要な見直しは、やっていこう。京都市が今年4月、建物の高さ規制を緩和する条例を施行。サイン駅周辺でもマンションなどの高さの上限が20メートルだったのが31メートルまで緩和され、ファミリー向けマンションがさらに増えると予想されているのです。一方、こんな意見も。なんかいいなって思う公園はすごい、なんか人が休日とかも溢れてるんで、子供が遊べる場所が欲しいですね。注目が集まるサインエリア、今後どう発展していくのでしょうか。